アイテム番号 SCP-156JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-156JP はサイト81の収容室114で不透明な覆い布をした上で密閉された箱に入れて保管します。実験時以外は光を当てないでください。何らかの存在がいた場合を考え、蓋の開封は許可されていません。誤って暴露した職員は精神医療スタッフが治療を試みます。説明。SCP-156JP はそれぞれ昆虫の名称がラベル貼りされた3つの空き瓶です。収容後、財団により SCP-156JP-1、2、3のケースファイルナンバーが直接書き加えられています。SCP-156JP の各個体は、直接光源を当てた状態で視認すると、対象に異常な認知を発生させます。SCP ナンバー SCP-156JP-1 概要オカダンゴムシと記載されています。暴露した被験者は、その対象や個数はランダムですが、自身を含む記憶した人物の姿がオカダンゴムシとしか認知できなくなります。変化した人物の体調は元の身長と同程度であり、外見以外は影響されません。この効果は稀に、暴露後に記憶した人物に対しても適用されます。SCP ナンバー SCP-156JP-2 概要、足高雲と記載されています。暴露した被験者は、段階的に早い順に味覚、ついで嗅覚、聴覚、触覚、視覚から受ける感覚情報が足高雲と触れた時の感覚に変わります。例えば、発生源が明らかな音を足高雲の生活音と勘違いするなどです。汚染範囲には個人差があり、限定的な事例では母親の音声のみが影響されています。最も顕著な事例は初期報告 156JP-2-08 で紹介されています。SCP ナンバー SCP-156JP-3 概要、モンシロチョウと記載されています。現在、回収された被害者や被験者への影響は報告されていません。研究者は、次の可能性を示唆しています。収容違反中、異常性観測が困難、遅効性、無力化済み。このため、どのような特性を所有していたのかは現時点で不明です。SCP-156JP と SCP-156JP-2 へ重複して暴露させた場合、SCP-156JP-1 の影響はやがて消失します。このため、SCP-156JP 各個体は、3が仮に存在するとした場合、互いに異常性を打ち消し合う関係にある可能性があると考えられています。SCP-156JP は、小学校の夏休み中に発生した不審な事故について、関連する男子児童に事情聴取しようとした財団職員が、男子児童の自室の机にしまわれているところを発見しました。すでに男子児童は痙攣した舌を喉に詰まらせて死亡しており、同時に発見したノートには60枚以上のオカダンゴムシらしき絵が描かれていました。ノートに記されていた手書きの文章ハホイを参照してください。ホイ。SCP-156JP と共に回収された文章。松木くんも、ゆうきくんも、みっちゃんも、ゆうちゃんも、鳥山も、まあも、お父さんも、お母さんも、先生も、みんな、変にしちゃった。ごめん、ごめん、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。もう、蝶々は、逃がしちゃったよ。ダンゴムシしかないよ。どうしよう。